ゆみちゃん。あの、ゆみちゃんがいたんですか？すいません、私は前田ひとみです。ゆみちゃんと同じクラスです。ちなみに趣味はお絵かきで、特技はかくれんぼで最後まで残れることです。それで、もう一つのタイプは、作り出されたオーラに気がつかない人。そう、殺気が効かないタイプね。いくら殺気を放っても効かないから、そのうち殺気を放つことをやめちゃうの。しましたか？そうですか。する気になってくれたんだと思ったんですけど。はい。それもありますけど、ゆみちゃんってすっごく絵が上手なんですよ。私が絵を始めたきっかけは、前にゆみちゃんの絵を見て感動したからなんです。
する前に見たんです。だから名前しか知らなくて、どんな人が描いたんだろうっていつも思ってました。それでこの学校に入学してみたら、クラスに同じ名前の子がいて、もしかしてと思って話しかけてみたら、はい、私はすっごく嬉しくて一緒に美術部に入ろうって言ったんですけど、そうです、美術部はダメでも交流祭のクラスマスコットのデザインは描いてくれないって聞いてみたんですけど、はい、お化け屋敷です。どうせならすごいのをやろうって話になって、美術部も交流祭で絵を展示するみたいなんで掛け持ちなんですけどね。何がですか？すごく上手で、私、お姉ちゃんの絵が大好きでした。はい、私が死んじゃったからだと思います。私、外にあまり出られなくなった時、暇な時間を潰すために絵を描いていたんです。はい、絵といっても落書きみたいなものですけどね。それで私が描いた絵をお姉ちゃんに見せるんですけど、お姉ちゃんは正直に下手って言うんです。だったらお姉ちゃんが描いてよってちょっと不満げに言ったら、そうです、それでお姉ちゃんが描いた絵を見たら、
お姉ちゃんがこんなに上手な絵を描くんだって知ったんです。それからお姉ちゃんはいろいろな絵を描いてくれました、私のために。外で遊べない私は少しでも楽しい思いができるように。そうだと思います。確かにレナは私の妹だった、それは合ってる。でも大好きな妹っていうのは大間違い。好きなんて感情を持ったことは一度もないわよ。むしろ大嫌いな妹。Thank you.
んだと？あんたと話したって時間の無駄よ。あいにくこう見えて結構忙しいの。瞳に聞いたの。分かってるわよ。瞳に妹のこととか話したことないし。瞳ったら、あれほど絵のことは他人に言うなって言ったのに。頼まれて書くくらいなら、瞳から頼まれた時点で書いてるわよ。疲れる理由があって？じゃあね。同じことを何度も言わせないで。動作には突っ込まないんだ。お姉ちゃんとの距離？今のままじゃダメなの？それだったら。あまりいい方法じゃないと思うけど。人参をぶら下げるの。何かで釣るような真似はあんまり良くないと思うけど。私の方がいいと思いますよ。お姉ちゃん、堅固派でしたから。17の一人に堅固っていただろ？いたね。
そのケンゴが新しく結成したバンドで、メンバーの血液型が A 型と B 型だから AB ラボ。どうしたの？そうだね。でも17の話でもいいと思うけど。考え？この時の俺からは想像もできなかった。あんたが AB のこと。こんな奴が AB のファンだなんて、ケンゴもかわいそう。あればね。申し込んだわよ。でもファンクラブ限定で、なおかつ抽選だったんだから。
何か文句ある？まさかあんた当選したの？事情は察するけど、このライブチケットは…よく知ってるな。これは姫原と一緒に行く予定だったんだが…いつ一緒に行く約束したのよ。俺の未来ノートには記されているぞ。出しなさい。消してあげるから。それはできない相談だな。難しい相談だな。じゃない。それでユウトとユミが仲良くなれるかもしれないんだから。俺の事情はお構いなし。困ってる時こそ支え合うのが友情でしょうが。だから俺の事情は、いいの？ライブに連れて行かれてファンになったって人も多いから、別にそれはいいんだが。ヨウがそんなに考え込むほどなんだ。等価交換。等価交換なら OK だ。ライブ同等の価値があるもの。まあ、いくらユウトの頼みでもそれだけは無理ね。なのか。しかもそれだけって。おい、そこ納得するな。はあ、私も協力してあげたいんだけど。何、そんなに俺は嫌なの？ダメなの？だって健丈あんまりだ。俺は人畜無害だぞ。信用できないわね。1対1じゃ何されるか想像もできない。そんなやましいことなんてしないよ。誰か見張っててくれればいいんだけど。見張り役のいるデートなんてデートじゃねえよ。
ぶきダブルデートか。あ、まあ別にいいけどさ、もう一組は誰なんだ。知らない人と一緒は嫌よ。だな。ユウトしかいないわけだ。そして相手も必要になる。キャッハ。あや。まあそうだろうな。あ、ユウト。何？ダブルデート確定なの？ユウトが見つけてこれたらな。私が断る可能性を考えていないの？嫌なら断ればいいじゃないか。あんたってタッチ悪いわね。褒め言葉として受け取っておく。一緒に行って映った？そっか。バイバイ。ユウトさんってナンパ師だったんですね。ユウくん、そんなことしてる場合じゃないでしょ。ナンパする事情ね。しかとするなよ。あ、これって。
ライブチケットを譲ってもらうためにダブルデートですか。なんだ、ナンパじゃなかったんだ。ゆうとくんも大変ね。こんにちは。お久しぶりです、キジル先輩。久しぶり。はい、同じ無限大ですから。それはちょっと違うような。なんだ、全員集合だな。そうだぞ、まったくひじりは難儀なやつでな。それは、なんとか相手を見つけないとね。でも時間が。多いと思うけど。そもそも名前もない女の子に声をかけるからいけないんだと思う。女子 J なんてことデートしたって意味ないからな。誰かいないの？その子じゃダメなの？問題外だよ。問題外ですね。問題外ね。問題外だな。ちゃんと名前があって立ち絵もあるとすると、そらちゃんかしょうこちゃんね。そうだね。頑張って、ゆうくん。ファイトです。砕けちゃダメですよ。破片は集めてあげる。何が嘘なのよ。
にかくそういうのはお断り。あのね、私がいやいやついていったらみんな気まずくなるでしょ。それが無理なの。無理なものは無理。何よ、ダブルデートなんて。なわけないでしょ。悪いけど他当たって。じゃあね。おい、相手は見つかったか。なんだ、見つからなかったのか。それじゃこの話はなかったことに。本当に来るんだろうな。なんだよ、多分って。少しだぞ。ユウト、違う、客が来てる。だから、なんで私が呼んでこないといけないのよ。まったく、人一人呼ぶだけなのにどれだけ時間を使うんだか。仕事のできない犬ね。イライラはお肌に。ああ、これ以上悪くならないか。ぶっつぶす。自分の胸を？これ以上潰れないんじゃん。コムスメ！ああ、そうそう、すっかり忘れてた。おい犬、あんたにもう用はないから早く回れ右して帰りな。覚えておきなさいよ。もう忘れた。ギャフって言わせてやる。ギャッタン。なんで俺。気にしないで、ただの八つ当たりだから。なんか失礼なこと考えてないか。これ落としたわよ。それ以外の何かに見えるんなら今すぐ眼科に行くことを勧めるわね。なくなったらいろいろと不便でしょ。ユウト、相手は？じゃあ、用はこれだけだから。は？マジか！ちょっと、何の話よ。
何のこと？本当にユミが相手なのか。ちょっと、何なのよ。相変わらず嘘が下手ね。それがユウトのいいとこだ。ユウトが誰も見つけられなかったらどうしてたの？ん？ヨウくん、いつ遊びに行くの？悪い、予定が変わっちゃった。今度埋め合わせするから。絶対だよ。ね、じゃあね。じゃあね。と、こういうことだ。あんたって本当に立ちが悪い。それ以上褒めるなって。ユートたちのところに行こうぜ。そうね。はあ？きびだんごがキジのこと好きだからうまくいくように手伝う？別に誰のことか分かればいいでしょ。知ってる。気が向いたらね。ため息つきたいのは私の方よ。なんでこんな茶番に付き合わされないといけないの？って何？相変わらずバカね。ねえ、結構いい感じに見えるのは気のせい？気づかないふり。そうでした。どこに行くの？